どうも、皆さん製造です。3月28日に惜しまれつつもついにサービス終了した任天堂 e ショップ、最後に製造が買ったものを紹介したいと思います。それでは早速お見せしよう。まずはポケモンですね。バーチャルコンソールの青、クリスタル版、ポケバンク、ムーバー、サトシ月光画がもらえる体験版、 AR サーチャー。ちなみにサブ機でも金と緑を買っています。次はロックマンコレクション。実はロックマンシリーズ大好きなのです。携帯機で手軽にできるのはいいですよね。次はバイオハザードマーセナリーズ。これも高得点を狙って遊んでいたのを思い出して買ってしまいました。サクサク紹介します。ぷよぷよ2にアイスステーション Z、 砂漠のネズミ団、そしてザ・歩兵。こちらは昔 PS2 で出ていたのを欲しがった記憶を思い出したので買ってみました。このシンプルシリーズは癖になるゲームが多くてついついやってしまいますよね。次は魔女と勇者。こちらはランキング上位に敵になったので買ってみました。少しプレイしましたがなかなか難しいですね。後でじっくりやりたいと思います。お次は移すメイドインワリオ。メイドインワリオシリーズも好きなシリーズの一つ。こちらは DSi ウェアのソフトで盲点でした。 DSi ウェアのソフトでは他にもドクターマリオなど面白そうなのがいろいろありました。こちらはカービィの吸い込み大作戦。過去のゲーム内のミニゲームから発展した作品です。こちらは今のところ移植もないので買っておいてよかったと思います。次は箱ボーイ。こちらはパズルゲームで面白そうだったのですが、購入後にスイッチ版があることを知りました。そっちで買えばよかったです。次は 3D ソニックと 3D ギャラクシーフォース2。 3D リメイクになりますが 2DS で買ったのであんまり関係ないですね。そして最後が鳥獣戯画大戦。意外と好きな鳥獣戯画、面白そうです。ということで今回の購入品を紹介していきました。合計21本でした。結構買いましたね。基本的には 3DS だけのダウンロード専用とか移植されていないものを中心に買いました。残念ながら 3DS はゲーム画面を録画できないので実況できないのが残念ですが、後で一人で遊びたいと思います。久しぶりに 3DS に触れて懐かしくなりました。あの頃は最新のゲームだったものが今懐かしいものになった瞬間に立ち会えたのは少し感動ですね。それでは今回の動画は以上になります。それではまた。